お久しぶりでしたね、安田さん、はい、ありがとうございます、ね、本当1年ぶりということで、そうです ね、 ねよくぞおいでくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。もうそれよりかね、大ちゃん、おめでとうございます。還暦おめでとうございます。ありがとうございます。そうそう、ね、放送日の、ね、翌日が、まあ、4月の4日と11日がオンエアなんですけど、はい、翌12日が大ちゃんの還暦ってことで、還暦ですよ。もういっぱいメッセージが熱いね。ねえ、やっぱり人望が熱いですよ、人格ですよ。びっくりしました。ねえ、あれだけね、すごいですよね。この前僕の友達がですね、あの娘さんが6歳になったんですよ、はい、なんかね、10分の1還暦おめでとうって言ってたセンスあるなこいつと思って俺の周りおもろいやついっぱいいるんですよ。それいいですね、はい、10分の1還暦ですよ、はい、小学2年生だったら10分の2ですね。あ、5分の1か、5分の1還暦になるんですけどね。なるほど、12歳というか、いろんな言い方があるんですね。言い方があるんです。例えば30歳だったらね、2分の1還暦ですよ。還暦ハーフね。今だから2分の1の成人式とかってえ、そんなのあるんですか。あ、そうですね。え、それ何、それ何、あの10歳の時に。でもほら、成人の日から成人ではないでしょう。うん、だからあの成人の手前っていう意味で、え、あの20歳の前の、あの半分の長寿10歳、10歳で。へえ。でもほら、成人の年齢が変わってね。ああ、まだ。え、10歳から成人扱いなんですか。でも2分の1の成人式って。2分の1の成人式、うん、それをわざとやるんだそうです。何ができるんだろう。多分、まあ、まあ、お誕生日のお祝いというような、そんな感じだと思うんですけど。え、でも10歳になったらエロ本見れるんですかね。エロ本ダメですよね。ダメですね。エロビデオダメですよね。あのタバコも酒もダメだと思います。タバコもダメ。ああ、そうか、そうですね。じゃああまりやっても意味なくないですか。いや、それはパパママたちが嬉しいのと、うん、あとなんか商売的なものがあるんじゃないですか。まあね、日本のバレンタインデーみたいな。ああ、なるほどね。あれはチョコレート業界の日ですからね。2月14日はね、うん、恋人たちの日じゃないんですよ。そう、チョコレート業界の日です、ね、バレンタインさんが処刑された日なんですよ。え、そうなの。そうそうそう、そんな日なの。あの3世紀のローマ帝国に、その皇帝が、あの兵士の人たちがその結婚禁止したのに、なぜかっていうと、ほら、若い人の結婚しちゃうと、はい、兵士が弱くなっちゃう。なるほど。戦争に行きたくなくなる、はい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 、そういう恐れがあるから禁止されしちゃって、あの当時 の、 あのキリスト教の、ね、司祭の、ね、バレンタインさんが憐れんで結婚式をやってたら、それを見つかって、皇帝に見つかって処刑されたのが2月14日っていう。すごいな、池上明さんみたいな。すげえ詳しいですよね、皆さんね。素晴らしいね、さっちゃん。普段ポワンポワンなんですけどね。こういうとこだけしっかりしてるというね。素晴らしいよ、さっちゃんね。ポワンポワン。ポワンポワン。普段ふわーんとしてるんですよね。もう何もしなくてもね、10個ぐらいボケてきますからね。僕と大ちゃんでいつも拾っていくんですよね。拾うの大変です。本当ね。さっちゃん、でもね、本当2回分、236回ですよ。そう。すごいですね、こんだけ続けるって。うん、ねえ、一番この続けられたなんか秘訣ってありますか？好きだから。好きだから。ああ、いいこと言いますね。好きこそものの上手なんですよね。はい、もうね、さっちゃん面白いんですよ。全然噛まないときとすげえ噛むとき。何年やってんだよってぐらいね。そうだ、マイク食べちゃう。マイクじゃないから。食べんの。食べてどうすんの。出た。出た。出た、さっちゃんワールド。さっちゃんワールド出たね、これ。マスクを食べちゃうと。なんで食べんの。マスク食べるってどういうこと。3枚重なってるんですよね、この不織布が。それが口の中に入ったら噛んじゃう時がある。ああ、そういうことね。そう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 、この中の素材がね。あ、そっか。本当。さっきそれが入ったような噛み方じゃなかったよ。もう取り直しとかしちゃって ね一番美味しいとこでね、最後のエンディングで ね僕のことを最後で振るね、一番最後の大事なとこで、それで安田さんってね、まとまるとこで噛んじゃって取り直しってなっちゃってね。そこで噛むと思いませんでしたね。もう一番噛んじゃいけないとこですよね。いいですか、プロポーズと、そこは絶対噛んじゃいけない、最後のエンディングは。プロポーズの時とそれは噛んじゃいけない。プロポーズは噛まないと面白い。ああ、そうかそうか、うん、プロポーズ噛んだ方がいいの、うん、プロポーズされたことあるの。ない。まだないんかよ。ということでね、あの相手募集してますんで、はい、さっちゃんこんだけ可愛いですからね。はい、さっちゃんは天然木ですけども超いい子なんでね、ぜひあのさっちゃんと結婚されぞって方ね。多分男ですからね、ここ性格がね。いやいや、でも全然それがいいんですよ。ちょっとね、女っぽい人というかね。さっちゃんみたいなちょっと男らしいとこでちょっと天然木すごいぞって方をあの募集してますんで、はい、そう、なんかね、たまたま先生病院の先生とね、はい、
あのどんな人がタイプなんて話になって、うん、自分より男っぽい人がいいと思いますって言ったら絶滅してるって言われちゃった、まあまあそうですね、絶滅危惧種ですね。そうそう、ほんまでっかテレビに出てたね、はい、亀井先生っていうのね、はいはいはい、先生から言われた。あ、すげえ、そんな人から言われたらもう絶対じゃないですか。もう逃げ道ないじゃないですか。あ、もう死刑宣告みたいな感じですね。死刑宣告、はい、絶滅死刑とかね。まあまあ一生独身ということで、ね、確定しましたんで、はい、なので、ね、どうしましょうね。いや大丈夫ですよ、もう一人で生きていきましょう。そっか、ね、一人で誰にも頼らず、頼らずってことは変ですけど、もう永遠のアイドルじゃないけど、ねえ、さっちゃんはアイドルはまずない、そういう性格じゃない、キャラクターじゃないもん。いやでもさっちゃんは顔はアイドルだよ、顔マジで、顔アイドルの顔してるよ。そうなの、本当に本当に、もうさっちゃんだってね、本当近くで見たらあれですよ、24ぐらいですよ。それはいやいや靴のサイズですけど、ね、靴のサイズ、あそんなでかくない、22.5 ぐらい、23.5、どうでもいいわ、そんなどうでもいいわ靴のサイズ、ね、年だと思いましたけどね今ね。いやもうね、さっちゃんね、すごいですよ、ちゃんとね原稿書いてるんですけどね、全然噛まないんですよ。ところがね、もうどうでもいいとこ噛んじゃってる。そのギャップがおもろくてしょうがなくて、もう本当にもうアナウンサー張りのね喋り方できるのすげえな、さっちゃんと思って、やっぱ200ね、35回もやってればね、うまいですよね、さすがですよ、ね、いやでもそのうちの何回だ、僕4回、5回、あ違う、4回来てるから8回分出てます。8回分出てから、はい、あとリモートも1回あったから、リモートもありましたね、それ入れて9回かな、あ7回かな、あと生放送も出たか、あじゃ あそうだ、生放送やった、あそうですね、それやったらだから8回9回ぐらいやってるかな、あすごい、そうだから常連です、常連、ね、ベスト5ぐらい入る、うわすげえ、俺ベスト5入るんですか、頻度、いやーね、僕もなんでね呼ぶかというのはね、予算の関係でございますね、はい、予算の関係でございますね。てかもうね、ナイトさんのお話聞きたいなと思って ね、ありがとうございます。でずっとオファーしてたんだけど、はい、2月じゃないとってことで、でも2月収録してるんだけどね、オンエア4月、うん、はい、カスカスって言いながら全然カスカスしてない、結構ね、いつもは2月暇なんですけど閑散期なんですよ、今年に限ってすげえ入っちゃって、すごいですよ、もう、いやもう、ね、ないんですよね休みが、あの SNS とか見るとね、もう北海道ですとか、あの岡山広島ですとか、そうですね、すごいあっちゃこちゃに行かれてて、うん、羨ましいですよね、あ自分で言うなっつうのね、素晴らしいですよね、いやでも本当にあの行ったことないところがたくさんありまして、もう僕ね54のくせにほとんど、54なんですか、そうですよ、旅行行ったことないんですよ、ほとんど、あ、54って言うと分かりにくいですけど、分かりやすく言うと、サザエさんに出てくる波平の1個上です。はいはいはい、はい、波平の1個上です、波平さんの1つ、はい、そう、だから結構ね、波平よりか俺上なんですよね、波平さん老けて見えますよね、そうですね、まあ、おじいちゃんの設定みたいな感じですか ね、あの時代の、ね、昭和のおじいちゃんみたいなね、そう、髪の毛1本しかないですかね、あの一本をずっと何十年もキープしてます、キープしてますね、すごいね、そうですよ、だって子供の頃からやってますから40年以上やってるんですよ、ね、50年近くやってますよね、やってますね、あ50年間ずっとあの一本でいってるというね、素晴らしい、すごいですよ、痩せないとさんだけど、なんか告知とかすればないんですか、告知、あ告知はね一応あります、うん、はい、明日ですね、2時から、2時だったっけな、2時からねちょっと接骨院に行って面マッサージしてもらいます僕の接骨院のマッサージを見たい方はぜひですね、明日の2時に、川越というところに来ていただければ僕のマッサージしていたたたたっていうところを見れますのでね、足つぼマッサージもしちゃうかもしれませんけどね、あそか、はい、僕のリアクションを見たい方はぜひですね埼玉県の、 あの川越に来ていただければと思いますのでよろしくお願いします。あでもマッサージ師じゃないですよ、整骨、あの整骨師とかでもないですよ、そうですね、整体師でもないです、僕やられる方ですねあのやったことあります、あの足裏マッサージ、あやったことあります、めっちゃ痛いですよね、場所によりますよね、場所によるけど、そのやられたところのでも全体的に痛いですよ、うん、痛いけど気持ちいいっていう、気持ちいいですか、後から軽くなる感じ、へえ、さっちゃんすごいな、えあれ乗れます、あのよく温泉とかにある、はい、あの石じゃないですけどね、そうあの踏むやつ、痛いけど乗れます、乗れる、痛いけど乗れる、いやあれは無理ですわ、超痛くて、それさ針みたいになってるってことね、うん針にはなってる、あのなんか 石が、そうそうそう、石がね、ありますよね、ちょっと歩くんですよね、乗れるんだけど、このぐらいの乗れるんだけど、うん、女性は強いですもんね、痛みにね、そう乗れるんだけど、あれそのサイズによって全然違うじゃないですか、まあ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 確かに確かに、ね、そうですね、痛さもね違うし、痛いあれもどうか、なんで女性って痛み強いんですかね、子供産む体だからじゃないですかね、あなんか子供産む痛みは
なんかなんだっけ、鼻からスイカが出るぐらいとか、うん、なんかいろんな例えがあるみたいな。男はね絶対、無理だって言いますもんね。あのでも僕ね、あの去年ですね、7月に初めて激痛を経験しました。何の激痛？はい、尿管結石です。あ、もうあれはやばいっす、うん、もうね、僕その時のたうち回らないぐらい痛い。のたうち回りました、うん、それも48時間ですよ、うん、ちょうど病院が休みの日曜日になっちゃったん で月曜日まで待って、で検査して、でそれであの超音波で散らすんですよ、それまでの時間が48時間かかっちゃって、あら48時間地獄です。あ、で救急車運ばれて点滴と、うん、あとあの座薬、うん、お尻の中に入れるんですけど、うん、あれやっても効かなくて、そんなじゃ効かないと思う、何にも効かないですよ、うん、ちょっと、まあ、ちょっと楽になるぐらい、ちょっとですよ、うん、もうそっからもう40分後ぐらいになるとまた戻るから、うん、もう地獄、もう10だったら10の痛みが20何時間以上続くんですよ、うん、48時間近く、よく我慢した、もう地獄でした、慣れないです、うん、で寝ればいいやと思うじゃないですか、寝れないんですよ、寝れるわけない、寝れないし、あと YouTube とか見て気まぐれやすいでしょ、全く入ってこない、うん、もうあれはね、もう皆さん本当気をつけてください、尿管結石、もうあれはね出産よりきついですしたことないけど出産よりきついっていうのが分かりました。あ、汗だくぞ、痛みでね。え、大ちゃんやったことあります？いや幸いにしてないんです。あ、でもきついっすよあれは、よく聞きます、気をつけてください、はい、もう出るまででもう地獄です、うん、はい、でその後散らしてから出るまで2週間かかったんですけど、出た時って血尿出るんですよ、それで分かるんですけど、その時は痛くなかったですよね。あ、私でもこの間も血尿が続いたのね、うん、尿管結石じゃなかった、わかんない、行かなかった病院だけど、それ、いや行かなかったんだよ行きなさいよそれは、すごいな、膀胱炎か腎炎かなんか、いや なんで自分で決めんのよすごいな、面白いなそれまあ治っちゃったから治っちゃったから、あ、治っちゃったらいいですねいやまあまあまあね、血尿とかね、怖いですよね、血便とかね、そうですね、常にですね、皆さん血便は怖いです、うん、ね、気をつけていただければと思います。すごいメッセージになってたけど、そう、すごいメッセージなんですよねオンエアなんですけど、皆さん、4月の4日と4月の11日越谷 FM のさっちゃんのハロー放送さん、夜の9時からですね、月曜日の夜の9時から、うん、はい、もう痩せないとさんの面白いトークが、そうです、もう今回もね爆発しましたね、うんうんうん、まあ、9割下ネタですけどね下ネタしか言ってませんけどもね、下ネタそこまで言ったら放送できないですね、そうですね、今回でも下ネタ 0.1 ぐらいでしたね、そうですね、ねえ、うん、もう芸人なのに夜の方芸がなかったという芸人のくせに夜の方芸がなかったというくだりがありますんでね、交互期待ということでございまして、はい、はい、ってことで、あのお笑いダイエットインストラクター、はい、痩せないとさんにお話を伺いました。イエーイ、ありがとうございました、皆さん聞いてくださいね、イエーイ、ありがとうございます。面白い。